ではいいかい二人とも。魔術もまともに使えない奴が。始め。俺と同じ場所に立つんじゃない。嘘。やるじゃねえか。な、僕だ。レイ君、こちらの方にはあまり影響がないからな。このウィザードが。学生生活を満喫しているようで何よりだ、レイ・ホワイト、冰剣の魔術師。レイ、あなたは一体。春のやつ、この間から学院に来てないよな。私も見てないわ。どうしたのかしら。待ってよ、レイ・ホワイト。それでどうする。その表現で私を殺すのか。いえ、しかるべき処分を受けてもらいます。生かして捕らえるのか。なるほど。そうか、ならもうなりふり構っていられないようだな。ダークトライアドシステムアクティベート。私にここまで使わせたんだ。今までの研究の成果すべてを。さあ楽しませてくれよ。迷いを断ち切り、自分を見つめ直せ。今の君ならもうわかるだろう。気づくことができた人間は何度だってやり直せる。君が求めている答えは自分で見つけるしかない。俺に必要だったのは人を嫌悪するのではなく認めること。アルバート、君はこれからもっと強くなれるさ。レイ、ありがとう。一身上の都合により退職したヘレナ・グレイディに代わる新担任を紹介しよう。ハロハロー、チャロー。私が今日から皆さんの担任になるキャロル・キャロラインです。キャロちゃんとかキャロゲローとかキャロリン先生とか気軽に呼んでね。キャピなんだと。みんな、これからよろしく、ね、でも確か今先輩って。あらま、完璧だ。現状の俺には一分の隙もない。しかし本番はここからだ。いざディオム魔術学院へ。さすがはダンボールだ。誰にも気づかれていない。お姉ちゃん、どこ。
私だって寂しい夜もあるんだ。わかるぞアビー。おや、キャロル様はどちらへ？みんなバーッと行こうよ。まずい、みんな逃げろ。え、いい、うん、え、大丈夫か、みんな。冰剣の魔術師が世界を滑る次回の予告だよ。アリアーヌの圧倒的な実力を前にさまようアメリアの心、しかし時は空気も読まずヤウドマヘイラーを呼ぶのであった。世界最強の魔術師である少年はバラを鼓舞する。キャロル・キャロラインでした。キャピ、体が動かない。アメリア、アメリアちゃん、俺は君のそばで一緒に生きていきたい。プリマのバテリアルコン、イコバテリアルコン、アイティア、ヒュー、レフィシャ、テレ、エンボディーメント、コーザリティ。な、何これは。アリアーヌ、もうあなたは私に届かない。アメリア、バタフライエフェクト。さすがというなら事前にキャロルを抱き込んでいたアメリアの方だと思うが。レイ、ん？セラ先輩、どうされたのですか？レベッカ様、レベッカ様が。先輩に何か？婚約したって。どうだった？もう間もなくです。レベッカ・ブラトリーがグロイツとして覚醒すればアーカー社への扉が開くのです。リーズ、お前を絶対に。大したことのないプリマンマテリアだな。カーラス、そんなガキに構わず上に向かってください。仕方ねえ。あいつ、レイ、行って。何が起こっているのかは分からんが、俺たちなら大丈夫だ。ここは任せろって。レイ君、レイ、みんな。ありがとう。ブラッドリーという名は我が血統にかけられた呪いだ。数百年に一度現れるクロイツの力をめぐり大量の血を流し争ってきたゆえのな。レベッカ先輩がクロイツ。現状の彼女はクロイツとは程遠い。自分の魔眼すら使いこなせてないようだからな。このまま自分の力を制御できずにいればレベッカはおそらく二十歳まで持たない。マリアが真っ白な容姿で生まれてきたのは姉がクロイツとして生まれた残滓だ。レベッカのみならずマリアにも何か影響がある可能性が高い。だから私は。レベッカ先輩、ハワード、久しぶり。俺、学生になったよ。想像できるか？俺が学生だなんて。戦争で数多くの命を奪った俺にそんな資格なんてないって、そう思ってた。あの時ハワードを失ってから俺はさまよい続けていた。血にまみれた俺はどこへ行けばいいのかわからないままだった。そんな俺を導いてくれたのはやっぱり師匠だった。俺にとって普通のありふれた世界は浮世離れした場所だったけど、そんな俺を受け入れてくれる人たちがたくさんいたんだ。ハワード、俺友達ができたよ。
リディア、よかったな。あれがお前が見たかったレイの姿だろ。うむ。ああ、リディアじゃないです。お前もだろ。リディアじゃん。うわ、ピンク。やれやれだな。待っていましたわよ、レイ。アリアーヌ？私と一緒にマギクス王に出てほしいんですの。マギクス王？つまんない。早く帰ってこないかな、お兄ちゃん。